はい、こんにちは。今回ですね、こちらソニー Xperia Z4 タブレットの、まあ、一部の、ね、機能を便利機能ということで紹介いたしたいと思います。はい、今ね、こちらマイクロソフトデザイナーズマウスつけて、これほらマウスカーソル動いてます。ですので、まあ、このようにね、簡単に、まあ、簡単というか非常にやりやすく操作マウスを使ってすることができます。そしてですね、私の携帯スマホがですね、こちらソニーエクスペリア Z3 なんですけれども、大きな特徴の一つがですね、このエクスペリアリンクということで、このスマホとですね連動することができます。 NFC を使ってですね、こちらこうかざして、まあ、接続設定するんですけれども、こちらのスマホをねカバンに入れておいてもですね、この通知等がタブレットで見れるというのがまず一つの機能となっております。メッセージとありますが、今ねメッセージ、スマホのメッセージが出ております。そして通話のですね履歴ということで、ここにね、まあ今時間帯だけは出てますけども、そして通知と、ニュースが届きましたとか、通知板に表示される通知ですね、スマホの情報が出ております。通話はできないんですけれども、実際に着信があったお知らせは届くということになります。そしてここのデスクトップにですねウィジェットを置きますと、このようにスマホのですね容量と接続状態が表示されます。今ですね、こちら 20% の電池容量になってますというですね、スマホの情報が見れるというのが一つ大きな特徴です。そして次にですね、これもなかなか便利な機能なんですけれども、この Bluetooth のテザリングができます。このタブレットからですね、はい、自動的にスマホにアクセスしてネットにつなぐことができるようになります。家にいるときは、ここですね、スマホとタブレット両方 Wi-Fi につながっているときはですね、テザリング使用せずに、そして外に出たときはですね、その Wi-Fi が切れたらですね、自動的にこの自動接続をオンにしておくとですね、スマホにつなげてネットが、まあたかも接続作業をすることなくですね、もう家というかずっとネットにつながっているような感覚でこちら使えるの非常に便利な機能かと思います。ただ一点ちょっと注意しなければいけないのがですね、こちら家での利用、家でいるときはですねテザリング使わず Wi-Fi につなげてほしいと思っていたんですが、設定してたるんですけれども、どうもですね、あの家でもですねこのスマホにつながってしまうというのがありました。でその一つの、まあ、その理由としましてですね、スマホ側でスリープ時にですね Wi-Fi つながってないということが一つ原因としてありました。こちら Wi-Fi のですねところ、このですね詳細設定というところで、このスリープ時のですね Wi-Fi 接続を充電時のみ使用するとかですね、使用しないになってますと、このスマホが Wi-Fi につながっていない状態になりますので、スリープの時に。ですので、このタブレットからは両方の機器が同じネットワークに接続しているという条件を満たしてないので、テザリングしてしまうと。ですので今のこのスマホでのね設定を、スリープ時も Wi-Fi につなげる設定をオンにしておくとですね、家にいているときは Wi-Fi、 そして外に出るとスマホのテザリング、 Bluetooth のテザリングということで非常に便利に使えるかと思います。というのがですね2つ目のネットの接続機能になります。ただ Bluetooth のですねテザリングはですね、今ここには2メガまで最大書いてますけれども、まあ、速度は落ちますので、その、まあ、動画見たりするときにはですね Wi-Fi のテザリングなのかなと思います。次にご紹介するのはですね、こちらも Xperia ならではの機能かと思いますけれども、 Xperia Link の画面ミラーリング機能ですね。これねちょっと使い方に癖があるというかですね、なかなかうまくつながらないこともあるので、ちょっと皆さんの環境でねどうか分かりませんけれども、この Xperia Link というですねアプリでございます。このようにですね、今 Xperia Z3 登録されていますので、こちら接続とします。そしてスクリーンミラーリング、このあたりのねステータスが今よく分からないんですけどね、テザリングオンにできませんでしたというのが出ておりました。そして接続中タップして接続要求をキャンセルしますということで、接続要求しているようですが、こちらね今スマートフォンの方にもなんか接続要求をキャンセルしますと、どっち発信なのかよくわからない状態になっています。お、
でキャンセルしたらなんか繋がってですね、お出ましたね、あ中断しちゃいました。今のように、まあ、いわゆる画面がですねタブレットの方でスマホと本の画面を見れるという機能になります。もう一度試してみましょう。一度機器を削除してからやってみましょう。機器を追加、あ、来ましたね。速攻来ましたけど、なんかおかしかったんでしょうかね、設定が。このようにですね、スマートフォンと Xperia Z4 タブレットと Xperia Z3 がほぼ同じ大きさで表示ができております。もちろんですね、このようにスマートフォン側で操作したのが Xperia タブレット側にも反映されますし、さすがにこっちのタッチはダメなのかな。あ、できますね。こちらの Xperia Z4 のタブレットで動かした状態がこのようなラグ感で出ます。今縦画面ですけれども、このようにですね横画面にすることもできます。また最大化することでこのようにですねドーンとでかい状態でスマートフォンのアプリ、まあ Android ですので両方アプリは入れられるんですけれども、例えば LINE とかですね、こちら LINE1 個にしか入れられないようなソフトをアプリを、大きい画面で見たいという場合はこのように接続することができる機能となっております。こちらが Xperia Z4 タブレットと Xperia のスマートフォンとですね接続が可能となるスクリーンミラーリング機能というご紹介です。はい、本日はですね Xperia 同士でですねのメリットとしてうまく動く機能、動かない機能含めですねご紹介いたしました。スマホのテザリングの連携、そしてこちらの通知設定、着信履歴だったりメッセージをタブレットから見れる機能、そして最後うまく動かなかったのはスクリーンミラーリングですね。こちらの画面を映すという機能になりますが、はい、以上3つがですねこの Xperia 同士だからこそできる機能かと思います。スクリーンミラーリングはですね他のデバイスでもできると思いますが、その他のねテザリング機能は特有な機能ですので、ぜひですね Xperia の携帯を持っている人はですねこちらタブレットと連携させて使ってみてはいかがでしょうか。はい、どうもありがとうございます。